どうも、翼です。先生、大企業から中小企業に転職した夏の商用について語ります。ただいまね、ツイッターやってますので、チャンネルフォーム概要欄にリンク貼ってますので、よければそちらからお辿りくださいませ。では行きます。あと5秒ほどしたら行きます。では行きます。商用が15万8900円ですね。支給合計額も15万8900円。健康保険が8000円。厚生年金が1万4000円。雇用保険料が470円。社会保険合計が2万2000円。所得税合計額が5500円。で、配偿合計額は2万8000円。で、差し引き支給額は13万300円ですね。はい、終わります。